クレバが平野章に歌詞変更を提案新たな挑戦に応じた勇気と感動の瞬間平野の母親がクレバのファンだったという話は彼が幼い頃から音楽に触れて育った背景を示しており音楽の世界には時折奇跡とも言える瞬間が訪れますそんな瞬間を私たちは目撃することができましたクレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは まさにそのの奇跡の一つでした特に注目すべきは平野翔がクレバの大ファンであり子供の頃から一切合切を聞いて育ったという背景です彼がクレバに憧れその影響を受けて育ったことはこのコラボレーションをさらに特別なものにしましたクレバが平野のデビュー当時から彼を応援していたことや平野の母親もクレバのファンだったというエピソードが重なり ままるで運命的な出会いのように感じられましたこのような背景があったからこそ彼らの共演は多くの人々に強い印象を与えました特に印象的だったのはクレバが平野に歌詞の一部を変更するよう提案した場面です平野は最初呼び捨てにすることに抵抗を感じていましたがクレバの指示で勇気を持って挑戦しましたこの姿勢は多くのファンに感動を与えました 平野がクレバの影響を受けて育ち、その音楽への情熱がパフォーマンスに現れていたことは明白でした。クレバもまた、平野の才能と努力を認め、彼の成長を温かく見守っていました。このような背景があったからこそ、このコラボレーションは特別なものとなったのです。クレバとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションが実現した背景には、クレバの歴史と影響力だけでなく、 番組制作側の熱意と情熱も大きく関わっていました。ナンンバーアンダーアダインア i のメンバーがデビューから短期間でこのような大舞台に立つことができたのは、彼らの才能と努力だけでなく、多くの人々のサポートがあったからこそ実現したのです。平野のラップパフォーマンスは、彼の新たな一面を引き出し、観客に大きな驚きと感動を与えました。彼がクレバの影響を受けて育ったことや、 その音楽への情熱がこのパフォーマンスに現れていたのです。クレバもまた、彼の才能と努力を認め、彼の成長を温かく見守っていました。平野の母親がクレバのファンだったという話は、彼が幼い頃から音楽に触れて育った背景を示しており、その影響が今回のパフォーマンスにも現れていました。クレバと共演することで、彼は自分の夢を一つ実現し、 その喜びが笑顔に現れていましたクレバの歌を聴きながら自然に涙が流れたというファンの声も多くこのコラボレーションがいかに感動的なものであったかが伝わります平野の頑張りやクレバの優しさそしてファンの応援が一体となりこのパフォーマンスは多くの人々の心に深く刻まれましたジグヒラがクレバのコンサートに行ったりクレバが限定スニーカーをプレゼントしたりと 彼らのの関係は深く温かいものでした。このようなエピソードは、ファンにとっても大きな喜びであり、彼らの絆をさらに強く感じさせました。今回のコラボレーションで披露された「イキパートという曲は、昨年の9月にリリースされたもので、ナンンバーアンダーアダラインアイのファンにとっても応援歌のように感じられるものでした。この曲が披露された瞬間、ファンたちは彼らの歩んできた道のりを思い出し、 感動の涙を流しましまたクレバの温かい眼差しとナンンバーアンダーアダライン愛のメンバーたちの努力と成長が重なり合いこのパフォーマンスはまさに奇跡のような瞬間となったのです彼らの音楽が人々に与える影響力を再認識し今後もさらなる活躍を期待する声が高まりましたクレバのインスタグラムでも彼がこのコラボレーションに対する思いを語っており その温かいメッセージがファンに大きな感動を与えました。彼の提案で歌詞を変更し、それを受け入れて挑戦した平野の姿勢は、多くのファンに勇気と希望を与えました。このコラボレーションは、音楽の力と、それを支える人々の絆を改めて感じさせるものでした。彼らの未来には、さらなる奇跡が待っていることでしょう。音楽を通じて、 多くの人々の心を動かし続ける彼らの姿は、まさに希望の象徴です。クレバとのコラボレーションは、その第一歩であり、彼らがこれからも多くの人々に感動と希望を届ける存在であることを示しています。彼らの成長とともに、音楽の力がますます広がり、多くの人々に愛され続けることを願っています。彼らの歩みが、さらに輝かしいものとなるように、 ファンととしして応援し続けたいと思い思ます彼らの音楽は単なるエンターテインメントではなく人々の心に深く響くものですその歌詞やメロディーは多くの人々に勇気を与え日々の生活に希望をもたらします今回のコラボレーションが示すように音楽は人々をつなぎ励まし合う力を持っています彼らの音楽がこれからも多くの人々に届き 心に響き続けることを願っていますクレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションはこれまでにない新しい音楽の形を生み出しました平野がクレバの楽曲をラップする姿はファンにとって驚きと感動の連続でした彼がこれまで見せたことのない一面を披露しその成長と努力が観客に深く伝わりましたこのパフォーマンスを通じて彼の多彩さと柔軟性が証明されました 特にクレバの提案で歌詞を変更し、その新たな挑戦に応じたことは、平野のプロフェッショナル精神を強く感じさせました。このコラボレーションが特別だった理由の一つは、クレバの音楽に対する深い愛情と尊敬が感じられたことです。彼の楽曲は、ただ単に聴くものではなく、心に深く響くメッセージを持っています。平野もそのメッセージを理解し、自身の表現として昇華させたことで、 パフォーマンス全体が一層感動的なものとなりました。クレバが平野に与えたアドバイスやサポートは、単なるコラボレーションの枠を超え、師弟関係のような深い絆を感じさせました。このようなコラボレーションが実現した背景には、多くの人々の努力と情熱がありました。番組制作側の熱意や、スタッフたちの細やかなサポートがなければ、この夢の共演は実現しなかったでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはデビューから短期間でこのような大舞台に立つことができたのは彼ら自身の才能と努力だけでなく多くの人々の支えがあったからです平野のパフォーマンスは彼の新たな一面を引き出し観客に大きな驚きと感動を与えましたまた彼がクレバの影響を受けて育ったことやその音楽への情熱がパフォーマンスに表れていたことは明白でした クレバもまた彼の才能と努力を認め、彼の成長を温かく見守っていました。このような背景があったからこそ、このコラボレーションは特別なものとなったのです。彼らの関係は、単なるアーティスト同士のものではなく、深い友情と尊敬が感じられました。今回のパフォーマンスで披露された「イキパート」という曲は、昨年の9月にリリースされたもので、 ナンバーアンダーラインアイのファンにとっても応援歌のように感じられるものでしたこの曲が披露された瞬間ファンたちは彼らの歩んできた道のりを思い出し感動の涙を流しましたクレバの温かい眼差しとナンバーアンダーラインアイのメンバーたちの努力と成長が重なり合いこのパフォーマンスはまさに奇跡のような瞬間となったのですショーの母親がクレバのファンだったという話は 彼が幼い頃から音楽に触れて育った背景を示しており、その影響が今回のパフォーマンスにも表れていました。クレバと共演することで、彼は自分の夢を一つ実現し、その喜びが笑顔に表れていました。クレバの歌を聴きながら自然に涙が流れたというファンの声も多く、このコラボレーションがいかに感動的なものであったかが伝わります。平野の頑張りや、クレバの優しさ、 そしてファンの応援が一体となり、このパフォーマンスは多くの人々の心に深く刻まれました。彼らの音楽が人々に与える影響力を再認識し、今後もさらなる活躍を期待する声が高まりました。クレバのインスタグラムでも、彼がこのコラボレーションに対する思いを語っており、その温かいメッセージがファンに大きな感動を与えました。彼の提案で歌詞を変更し、 それを受け入れて挑戦した平野の姿勢は多くのファンに勇気と希望を与えました。このコラボレーションは音楽の力とそれを支える人々の絆を改めて感じさせるものでした。